こんばんは、高橋みなみです。浅井亮です。率直に言いますけど、はい、まあ、今回2回目、前回初回よかったですね。無事2回目が迎えられて。いやいや、そんなことある？初回踏まえてもうなしだみたいなことあります？ありますよ。怖いですか？何が起きるか分かんないからね、本当に。まあ、正直ね、初回、どんな方が楽しんでいただけるかっても心配ですし、はいはいはい、スタッフもヒヤヒヤしたんじゃないかなっていうのは心配でしたよ。あ、本当ですか？うん、でもやっぱ人生にはスパイスがね、必要って。すげえいいように言うな。作家だもんだって。やめろ。本当に作家ってくだらないことをいい風に言ってお金をもらってるんですよ。やめて。本当にそんなことない。感動をもらってる。感動もらってるかな。せやで。うん。まあ、ですからね、ちょっと初回ハラハラドキドキした方もいるかもしれませんが。ね、やっぱり2回目ですから。はい。我々も ね。やる気ももっと出して。いや、ちょっと待って。1回目よりちょっとさ、トーンダウンしてません？してません、してません、してません。ちょっと疲れたでしょ。これ2回、2本目だからってちょっとトーンダウンしたよ。全然そんなことないです。全然そんなことないです。大丈夫かな？ちょっと心配ですけども、じゃあ始めてみますか？はい。高橋みなみと。浅井亮。余分のこと。浅井亮余分のことスタートです。はい。いや、やっぱこの音かっこいいわ。全然慣れない。いや、でもなんかこれがバランスを取ってる気がする、うん、あ、私たちの、そのレベルの低さとその、ま、言葉を選んだ結果そうなったんですけど言葉選んでレベルの低さだったんですか？選んだ結果そうなっちゃったんですけど、選ばなかったらどうなったんだって。確かにこの、ね、音楽でかなりレベルがこう上がってる感じがしますよね。ねえ、でも、うん、どうですか、まあ、お正月、まあ、1月8日も1週間経ってますけども。本当にね、私はそうだ、今日お会いしたら言おうと思ってたんだ。結構そんな、なんでなんで、え、超見なしになんじゃんそんな急に。ちゃんとした服着てくればよかった。違います。僕本当にどうでもいい、どうでもいいっていうか、はい、そんな期待されてるようなこと言いませんけど、はい、私毎年のこの1月のまあ8日ぐらいまで何をして過ごしてるかというと、はい、ですか？もうとにかく春高バレーに通ってるんですよ、私は。大好きで、だから高橋さんはね、はい、私にとってその、まあ、AKB の人でもありますし、うん、アイドル、元アイドルの人、今歌手の人でもありますけど、うん、未来モンスターの人なの、私からすると。はい、私ね、テレビの番組で未来モンスターとい う、まあ、4年後の東京オリンピックに向けて、そう、若手のアスリートの皆さんを取り扱ってる番組でやってるじゃないですか、はい、あれがマジで羨ましくて、でたまにバレーのさ、嬉しいな、やつもやってるじゃないですか、はい、す、うん、私 もうめちゃめちゃ調べて、はい、もう望むわけです、春高バレーに。で毎日チケット買っていくんですよ、すごい。もうね、たまらんよ、もうたまらん。春高バレーの魅力。でもやっぱね、競馬の人が前、うん、競馬好きの人が言ってたんですけど、やっぱりその何代も、渡って物語があって、それにどんどんハマって、でもやっぱりさ、今さ、アニメとか好きな人も本当そうじゃないですか。はい、キャラクターの背景とか勝手になんかちょっと作り上げて、でそれでどんどんハマっていくみたいなのあると思うんですけど、私もね、その今、まあ、春高で活躍している人たちが、例えばなんか、中学で同じチームだった人たちが、はい、その準決勝とかで当たるみたいなのがたまらないわけですよ。あーね、そうね、そう、あーって、この二人ネット越しに会話してないけどすごい通じ合ってるなとか、お互いのそのもう得意技とか知り尽くしてるわけですよね、手の内をね。でも一緒に今やると成長も見えてみたいなのを、結構本当にかなりの数の高校も調べるんです、私は。めっちゃ好きっすね。マジで好きなんですよ。ぜひなんか遊び来てくださいよ。あ、無理です、それは。なんで？怖い、怖い、テレビ怖いから。ちょっと待って、待って、テレビが怖い、うん、ラジオは？ラジオ怖くない？おい、舐めてんな、ラジオ。ラジオだってそのままこうお届けしていただけるじゃないですか。まあそうですね、私たちの発言を。はい、テレビだとこう分からないじゃない、編集があって、そう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 、こういう意図で言ったのにっていうのが伝わらなかったりするから怖いと、うん、そうそうそう。だからその中で生きてる高橋さんはね、うん、本当にね、どの言葉、それただすごいなでだいいんじゃないの、うん、何すごいなだ、すごいなです。いや、なんか選ばないでいこうとしたらなんて出たんですか？すごいなって思います、本当に。いや、絶対毒づこうと思ったよ。違います、テレビ業界の中でずっとね、10年ぐらいもいらっしゃいますよね、確か。もうだって去年で11年目を12月4日迎えたので、はい、もう今11年を迎えてます。うわー、あの文脈の中でね、僕ずっと生きろって言われたらできないと思う、正直。文脈の中で、できないから、本当皆さんすごい、もう見てて感動します、毎回。いや、ありがたいですね、テレビの中で。まあ、AKB48 アイドルもいろいろありましたけど、うん、まあ、芸能界、まあ、いろんな仕事もね、全部ね、大変ですから。まあ、大変ですからね。そうよ、うん、でもね、ミラモンは羨ましいと思いました。ありがとうございます。本当に羨ましい、あれは毎週見てますから、ね。まあ、私は正月は
あの言いたいこともいっぱいあるんですけど、はい、本当に言いたくないここで。あれ怖っ、何ですか。いやだって、はい、まあまあまあもう終わっ、まあ一旦とか今これ1月8日まあまあまあ大丈夫か、放送うん、はい、多分国内でどっか旅行行ってますね。おお、行って戻ってきたぐらいですね。え、何ホテルの何号室ですか。やめろ。え、だってもう終わったじゃん。やめなさいよ。もまあ終わってるけどさ、嫌じゃんそこに文春とか行ったら。出た文春。なんか世の中には2つの人生があって、文春に追われる人生と文春に追われない人生。そんなにだけじゃない。いや2つだよ。私は終われない人生を偶然にも歩めている。え、終われないんですか。終われないんですよ。なぜなら文春から本を出しているから。うわ、釣りえ、文春側ってこと。違います、違います、本当にもう関係性変わってくるわ。全然違います、全然違います、全然そういう意味じゃない。別に週刊文春の人とやり取りしてるわけではないですから。恐怖だわ。文藝春秋から僕はしかも武道館という本を出してますから。いやもう武道館読んだし。ありがとうございます。あれはすごい面白かった。あれ文藝春秋から出てるんですよね。不思議な話ですよね。怖えな。なんで旅行に行かれてたと。旅行行きましたよ。お友達と旅行に。そう、お友達と旅行行って、すごいな。せっかくお休みいただいたので、うん、カウントダウンライブが1日に終わって、まあ、3日ぐらいから出発して、はいはいはい、あのみんなでちょっと国内を楽しもうと、うん、いうことをしました。車で電車で、まあ、新幹線で行って。へえ、新幹線普通にそのプライベートの旅行で乗って行くんですね。いや だから、うん、あの AKB48 にいるときは握手会でいろんなとこ行って、うん、飛行機も新幹線も乗ったんですけど、うんうん、自分で新幹線のチケット取ったことなくて。出た、初めて聞いた。これなんか逆にフィクションでも書けないセリフ。え？その逆にちょっとこれリアリティなくないですかみたいなことを言われてしまうセリフですよ、それは。いや、いるんですよ、自分で新幹線チケットを買わないやつ。マジか。で、今回、今回初めて。あ、買いました。はい、自分でトライしまして。なんか予約とかもホテルの予約とかも してみたみたいな。まあそれはちょっとお願いした。頼んだりとか。うん、すまんよろしくみたいになったんですけど、やっぱ緑の窓口しかり。緑の窓口行ったの？なんか分かんなかったな、本当に何人だちょっと面白いよそれ。分かんなかった。高橋緑って言っちゃいました。高橋緑って誰や。高橋さんが緑の窓口に行ってるのちょっと面白いですよ。なんか普通に歩いたことないですよ、地方行ってことあるけど。はあ、名古屋とかいっぱい行ってるけど。そっか、まあ、あの外から見えない車の中にいつもいたから。車から握手会、はいはいはい、握手会会場から車。はあ、地方行っても全部幕張メッセに見えてた。そっか、中から見たら、あ、今の名言ですね、うん、中から見たらどの地方の建物も幕張メッセに見える。全部幕張メッセこれはいいセリフいただきましたね、私は。そうなのよ。はあ、ただもう歩いてみた。聞いてます、ちょっと BGM もなくなってるんですよこれ。でもね、高橋さんの普通年末年始の旅行の話はね、うん、聞きたい人いっぱいいると思うんだよね。だからまあ一応じゃあこれ、うん、一回またご、あ、一回またご、一回タイトルコールみたいなしよう。そう、あ、そうだね。そうでしょ、だって、はいはい、ということで日本放送余分のこと、この番組は高橋みなみと浅井亮があなたの余分な時間にお邪魔してお送りします。FM93 AM1242 日本放送余分なこと。FM93 AM1242 日本放送余分なこと。改めまして、高橋みなみです。浅井亮です。さて、CM をまたぎまして、いや別にあの殴り合いの喧嘩とかしてないですよこの間。全然してない。え、してると思ってもないと思うよ誰も。いや、こいつら仲悪いなって思われてるかもしれないですよ、もしかしたら。そんな、なんかそんな、みんななんか素直じゃないな、みんな。そんなてか誰か聞いてくれてんのかなっていう疑問。そこじゃない。え、いや高橋さんのファンが聞いてなかったら誰も聞いてないから、マジで。嘘。気をつけよ。いや、浅井さんのファンの人も聞いてくれてるでしょ、だって。浅井さんのファンなんていると思ってんのか。いるだろう。本高みなかける直木賞作家と書かれたんだまだ根に持ってんな。個人名。サンケスポーツがビビってるよ。個人名にバリューがないからこうなって、まあ、やめてくださいよ。で、歩けたんですか、普通に、街並み。うん、歩いた。おや歩いたのかな、本当に。歩いたと思う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 。色、うん、見たいとか見れた。見たいとか見れたと思う。楽しかった。すげえ楽しかったと思う。あれ全然なんだろう。いたこですか今。高橋さん下ろしてる状態ですか今。そう。高見ながら降りてきてる。降りてきてるて、ね。ちょっと今途絶えちゃってるから、まあ入ってこないんだけど。楽しかったんですよね。すごい楽しかったと思う。なんでこんなことになって。いや、だってさ、はい、いや、これもだって、ほら。ダメなの本当に。違う。これだって年は明けてねえもん。わかんねえもん。わかんねえもん、今日。え？今日12月半ばだもん。あ、そういうことね。え、
や楽しかったと思いますよ。はいはいはい、初のこう旅に行って、ね、美味しいものも食べて、はい、きっとちょっと太って帰ってくるんじゃないかなと思っております。あ、なるほどね、なるほどね。はい、いいですね、うん、友達と旅行っていうのはね。いや楽しいですよね。それでもね、やっぱ高橋さんに、ごめんなさいね、これ語弊があったらあれなんですけど、友達のイメージがあんまりない人が多いと思うんです。そのメンバーではなく、すごい笑うんですよね。そう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 。その卒業してからできた友達がたくさんできたってことですかね。全然。あ、いや逆に言うけど、浅井さん、うん、友達いないでしょ。なんでそんなことを言うのかな。います。なんでそんでもまあ友達が、だ友達はどこから。そう。トーク。あ、なんか、やっと通じ合えた。あ、人間をすり合わせれてる、今。あ、今、人格を急に。うん。はい、じゃあ、夜中、はい、急に電話できる人何人います?相手の都合を考えずというか。に。あ、でも2いるんだ。ギリギリ。あ、それは友達ですね。あ、これ大丈夫。2友達だと思いました、今。浅井さんは。ゼロです。どうですか?孤独。深夜急に電話できる友達はゼロです。いいっすよ。なんか、なんかあったら人も雑誌に電話していただいても。いや、無理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 。なんでだよ。選択肢から入れろよ。え、じゃあ、はいはいはい。深夜急に電話かかってきたら出ます?もう家出るタイミングじゃない、自分的に。うん、お風呂も入っちゃったとか。うん、やった時に、もう電話かかってきた時に、電話に出る、そしてそれが何かの誘いだったら家を出る。痛い。あ、それは私もゼロなんです。あ、歌った。いや、これね、やっぱり友達がどっからどこまでが友達というのかという定義。うんうん、そして、まあ、自分が極端の時、疲れてる時に救いたいと思う人って、すごい難しいじゃん、うんうん。そう。利害関係がないっていうのもでかいんですけど。はい、でかい。そうなると、でもやっぱりでも二人いるんだね、電話をかける友達っていうのが。ね、一人は、はい、峯岸みなみちゃん。あ、ごめんなさい、脳幹で。なんでよ。利害関係があったので。ないよ、卒業してるもん。一応フィールド違うじゃん。ちょっとごめんなさい、ちょっとそれの感でお願いします。仲いいんだもん。これは今聞いてる人も脳幹だなって思ったと思います。マジでこれ脳幹だろ、はい、ちょっとごめんなさい。これはじゃあ一人だわ。一人ですね。じゃあ、うん、キムキムキムっていう。あ、これはリアルっぽいな。これね、本当に友達なんですけど、はいはいはい、ただ元 AKB48 のスタッフ、はい、あ、脳幹で。なんでよ。あ、0対0ですね。嘘だ、ちょっと待って、ちゃんと話さないで、スタッフじゃん。もっともっと。あ、も、ん、もっと。どれぐらいもっと、どれぐらいもっと。私と同じぐらいの時に辞めてます。はい、あー、じゃあ、そう。で、グループにいる時から、うん、もう二人でよくご飯食べてて、まあ、28とかかな、うんうんうん、で、もう本当に気軽なく喋れるし、気軽なくご飯も誘えるし、電話もできるし、割と本当親友みたいな感じなんですけど。なるほどね。うん、確かに今、ちょっと1になりかけてる。ほらほらほら、うん、中で。もうちょっともうちょっと。今はお仕事で、入ってらっしゃるんですか?うん、ちょっと入ってる。あ、じゃあ農家ね。あ、よかった、ゼロだ。八王子のカウントダウンライブの時いた。ノーカンです。ゼロですね、我々。じゃあ、そうやって考えると。そう、そうやって私をなんか引き込もうとしてます。いやいやいや、もう孤独死決定、我々はもう。やだ、やだ。やだよ。残念ですけど。いや、でもよかったです。仕事関係でよかったです。高橋さんのその、電話かけられる相手っていうのが。なんなんこれ。なんなんこれ。マジ作るわ、本当に。いや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 。あ、作りましょうよ。作るわ。作りましょう、作りましょう。ひとまずだから、うん、考えてみてください。こうして番組二人でやってんですよ。はいはいはい、はい。お互いに支え合えばいいじゃないですか。電話かける相手に私が浅井さんを選んで、浅井さんが私を選べばいい。絶対やんないじゃん。やるやるやる、本当にやる、本当に。なんか特に芸能界で仕事してる人ってめちゃめちゃ働いてるイメージがあるんですね。まあね、確かに。私も思っちゃいます。だからいつ連絡してるか全くわからないですし、あと、なんか、本当いざだよ。うん、いざそういう仕事関係なく、全く関係なく、自分にその向こうに対する利が何もない状態であった時に、なんか何ができるのかなって思いませんか。すごい真面目っすね。あ、そう、真面目なんですよね。あ、なんか褒めちゃった。褒めちゃったね。真面目なんですよね。なかなかご飯に行くまでに行かない。そう、ご飯に行くまでってすごいでかいですよね。すごいと思います。で、まず二人で行けないでしょ、うん、ってなったらなんか二人に合いそうな、なんか誰かをブッキングしてくれるじゃないですか。そうそうそう、もう二人ぐらい、はい、なんか三人でも、その三人目の負担が重いから、それだと
確かにそう。そうそうそう。なると、お互いに一人ずつ、じゃあ4人そう。ってなった時に、その4人が決まるのも結構大変だったりとかするから、どうすればいいんだろうな、本当に。そう。だから我々は、はい。我々で支え合えばいいんじゃないですか。我々がもしそのこういう場所全く関係なくご飯に行ったとして、うんうん、多分全然喋らないですよ。そうかな。そうじゃない。いや喋るんじゃないですか。喋りますかね。なんかお互いのもっとなんかちょっと電波に乗せれないようななんかプライベートの話とか話とかをするのかな、そこで。じゃないですか。でそこで生まれて何かがここの余分のことにつながってくみたいな。そっかそっか。私が前、下北沢歩いてたら前田敦子さんを見つけてしまって、ちょっと後つけちゃった話とかを、その、すごかったんです、オーラが。マジやばいわ。めっちゃすごかった。前田敦子歩いてました。しかも、何にも隠してなかったんです、うん。丸出しで。本当に丸出しで歩いてて。丸出しなのよ。で、みんな気づくんだけど。あっちゃんだ。そう。丸出しすぎて誰も声かけられないんですよね、逆に。で、これは仕事なのか、もしくはやっぱ声かけちゃいけない状況なのか。いけないのかとか、なんか声をかける私がバカでしたみたいなぐらい、もう丸出しなんですよ。堂々としてるわ。すごかった。すぐ後ろ歩いちゃった。で、それ見つけて、あ、前田さんだ。そう。あの、こう、真正面からこうね。あ、すれ違ったんですね。そう、すれ違ったんですけど、本当にすれ違って、パッて目が覚めたら、真後ろ歩いてたんですよ。いや、それストーカーよ。びっくりした、自分で。ストーキング吸引力。吸引力じゃない。スター、スター。そんななんか気づい、後ろ向いたら、あつこが後ろ向いたらいっぱいいろんな人がいるみたいなことじゃないですから。パッて気づいたら、すぐ後ろ、スターだって思って、で、離れられなくてなかなか。え、じゃしばらく ?700 メートルぐらい。結構危ねえよ。びっくりした、本当に。それやべえやつですよ。あそこがキャーって言ったら終わりのやつですよ。いや、でも、同じ、方向に、なんか、行き先があったんだと思うんですけど。700。だって、一回こう逆にすれ違ってるでしょ。でも、こう、か、して。そう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 。そのお店がね、移動式の、なんか、屋台みたいなやつだったから、そんな、座ったままこう移動されることはないから。移動式だったから、みたいな。まあ、そういう話がもしかして二人だったらできるのかもしれないってことですかね。ねえ。で、すり合わせて、ここの、これ話せますね、みたいなこともね。ご飯行きましょうよ。友達問題な。ご飯行きましょうよ。うわぁ、え、あれ。でも一応この前打ち合わせの時に、LINE は、交換させていただいたんですよ。連絡先ね、うん、一応交換させていただいて、すごい行き届いた連絡をくださいましたよね。その、初めの打ち合わせが終わった後に。はず。いや、こう、だから、やっぱ高橋みなみ。それはでも当たり前です。すごい仕事が途切れない高橋みなみ。さすがって思いました、あれは本当に。あって思いましたもん。私が連絡すべきだったのに、まず、今日はありがとうございました。これからよろしくお願いします、みたいなことを。いやいや、私が言わないとそこ。私が言うべきだったのに先にこう届きまして、これはさすがだなと。いや、なんか、浅井さんの返答も、いや、さすがですね、みたいな、なんか、かそのメールの時点でちょっとなんかバカにしてる感じしたもんだって。でもバカにしてるってこう思いすぎですよ、本当に。なんかおかしい、なんか裏を感じるの言葉の一つ一つ、ね。そんなね、バカに。そんな高橋さんのこと誰もバカにしてないから。結構な人たちがバカにしてきてますよ。言ってきますけど。今までの小島もそうだし、峯岸もそうだし。小島さん面白いっすよね。本当にあの人、すごいですよね。なんか語彙力もなんかある感じがするのが不思議で。本とかでも読まないでしょ、多分。全然読まないと思います。そうですよね。うん、なんか、あとタイミングと、言葉、なんか選ぶ言葉が上手いですよね、なんか。あのね、多分、天才って、いるんだなって感じの私、小島さん見た時なんですよ。まあ、やっぱり。帯みたい。フォトブックの帯みたい。今の。うん、天才っているんだな。なんかでも、人って、誰かのその常識を飛び越えれば、何も言われなくなるっていうのを僕、やっぱ、恵比寿さんを見ながら思うんですけど、小島さんもその恵比寿さん的ポジションを。それ大丈夫？え、すごい、これ良くないですか？めっちゃ良くないですか？恵比寿ポジ？恵比寿ポジ一番良くない？え、一番いいですよね、恵比寿ポジ。一回ちょっと言っときますわ、小島さんに。恵比寿ポジって言って。48グループの恵比寿ポジを築いた、その自分がルールという、その。あそうそう、ルール自分っていうことですよ。それでいいじゃないですか。なんで恵比寿さんだってきちゃったの？だから恵比寿さんリスってるわけじゃないけど。恵比寿さんのポジション一番良くないですか？まあ確かに自由よね。そう。あれはでもね、生まれ持った才能なんですよ。うん、後から手に入れられるものではない。ではない。うわー、きついなー、そうやって聞くと。だからこう我々みたいな。バランス人間はね。バランス人間は自分でこう計算して。空気読むし。そう。嫌になりません？いやもうこんなにね、空気読む二人が、ラジオになるとこうなるっていう。意外とね。意外とね。自由よね。ご飯行きますかってディレクターさん聞いてきましたけれど。ね、行きましょうよ。まずみんなで行きましょう。じゃあ。あ、もちろん。ね。もちろん。みんなで頑張ろうって聞きました。みんなで行くのは必要ですよね。確かに。そうそうそう。そうそうそう。で、その後に、
何ほら例えば2人でまた改めてじゃあ喋りましょうかみたいな。あるかな、喋ることありますか我々喋ることひどいよひどくないひどくない、単純にこんなにだって喋れてるんですよ。今でも金銭が発生してるじゃないですかこの時間仕事っていう、そう仕事のマネーがかかってる感じが、全部それがパッてスイッチがオフになった時にどうなるのか怖いですよね、うん、あんまり知りたくないですよね。それもね、まあでもいつもスタッフさんもいるから、うんうんうん、楽しくわきあいあいと、そうですね、ご飯じゃあ行く流れ行くように、うん、じゃあ一回心がけましょう。今年のまあ頭の方でまず行く、絶対行きましょうこれは。え、1月この放送されてるぐらいの頭っていうことで、うん、1月頑張ろう。なるほど。でちょっと文春さんには言っときます、取らないようにしてくださいっていうことはそこもそうで、確かにまず押さえてほしい確かにまず押さえとく、うん、うん、それは大丈夫、うん、うちどうにかフライで止めれるかな止めれるかな日本放送高橋みなみと浅井亮、余分のこと。日本放送高橋みなみと浅井亮、余分のこと。それではここからはこんなコーナーです。音楽のこと。さあこのコーナーでは毎回1曲について2人で語っていきたいと思います、まあ、前回もです、はい、こういうコーナーがありますってお知らせをしたんですが、はい、なん と、 おっと私たちが喋りすぎたためにあらあら時間がもう来てしまいました。まあ謝罪ですねこれは。もう本当に謝る気あります。公共放送で嘘ついてしまったわけですから私たちは。まあね、次回やりますって言っちゃいましたからね。言ったけどもまさかのないっていうことだった。しかも一応なんかこう浅井さんの中で選曲するっていうことで、うん、ありましたね、なんとなくね。アーティストさんもなんとなく決まってたし、はいはいはい、でももう喋る時間がない。友達がいないという話をずっとしてしまったからね夢も希望もないよ。すごいよね、友達、こんな友達がいてさ、だったら分かりますよ、友達の話。そう、なんか普通そういう話になっても結果でも最近こういう人ができたんです、ポップな話になるじゃないですか、うん、友達がいないというね。ただ地獄に落ちただけですよ。あ、でもしょうがないですよね本当にいやちょっと待ってなんで今目線をそらしたの。いやしょうがないと思う。でもね、うん、でもこの話でも友達の話はちょっとまた別であるんで、はい、なんかでもこのコーナーはねこれからやっていこうと思ってますからちょっと気持ちだけすげえ切り替えたよ気持ちだけちょっとあの表明しておきません。いや本当にでもそうですよ、うん、だってこのままだと一生書けないままないかもしんない。だいつかかんのかっていうこともリスナーさんには楽しんでほしい。そうですね、ですよね。第17回なのかみたいな結構はずだ。そのいつまでやらないのかっていうのはちょっと楽しみにしていただきたい。ひとまずでもこのコーナーですよ、タイトルコールは絶対しましょう。あ、そうですね、しないかったとしても、うん、タイトルコールは絶対しましょう。そう、あるんだぞっていうことだけね、うん、はい、お知らせしますんで、はい、お願いします。行きましょう。日本放送高橋みなみと浅井亮、余分のこと。高橋みなみと浅井亮、余分のこと、エンディングです。はい、やっぱなんかあっという間ですね、30分って。意外とね、こんなにあっという間に過ぎるとは、音楽の一曲も書けずね。え、てかうちらおしゃべりなんじゃないですか、もしかして。いやちょっと恥ずかしい、やめてだって一応ね、あのお知らせ、まあ、サンケイスポーツさんだっていろいろ取り扱ってくれてますけども、はいはいはい、好きなね、音楽のことも話してくれるみたいな。うん、書きました、私が書きました、はい、そうですよね、大好きな音楽にまつわる話も絡められるみたいな感じでお話全く絡めてないしてますけど、まあ、でもあの気持ちはある、その姿勢は感じますよ。そうです、前のめりな姿勢は。そう、すごく気持ちがあるので、うん、どうしよう、まあ、次回はどうしよう、ね、はい、どうします。次回でもなんか、うん、あんまりこういうテーマで決めずにみたいな感じで言ってもなんか大丈夫なのか分かんないんですけど、うん、次回これ放送いつでしたっけ、 15? とかですね。15ですよね。どうしてます、15日って。私はですね、うん、入院の2日前なんです。ちょっと待って、ちょっと待ってん、入院の2日前で。安田さん入院すんの。あのね、大きめのね座薬をね2つ入れないといけないんですよですごい今不安で、それがマジで今から不安でちょっと待って、今すごいガチで心配したんですよ一瞬。はいはい、一瞬ね、入院するんだって思ったんですよ。入院はします、本当にするんです。でも何大きめなって。しかも2つ入れないといけなくて、すごいそれが不安で、自分で一人暮らしだから自分でやんないといけないからってことはそのまあ入院生活がしばらくあるかもと。そうです。あ、ってことはね、この番組のねちょっと放送にも関わってきますから。そうなんですよね。え、そこ個室ですか。個室です。あ、いけんな。出禁です。でもん、どうした
ここの人今一瞬で何か察したでしょ。ここの人たちはできんです。録音機材手配してるんで、もすごい病院のあの格好で私があのベッドにこう上半身だけ起こしてこういるってすごい大丈夫大丈夫、声だけだからほら伝わないから大丈夫。ほうれん草とかを食べながら、うん、私がリンゴ剥くからシャッシャッシャ、こういう状態で録音されるっていうのはまあ粋ですよね。おってことは OK ということでよろしいでしょうか。でもできんなんで、もうなんと手配してるんで大丈夫です。嘘の病院教えますし。なんでやなんでや、ただもぬけの殻という状況すぐ調べますよ本当に。日本放送本気出しますからね。ということでもしかしたら次回の放送は病院なのかなということですね。というね、お楽しみに、はい、大きめの座薬ぜひ頑張って入れてください。本当ですよ怖いよはい、ということで、まあ、今週もここまでということになりましたはい、最後の挨拶、はい、ちょっとここに来てきちんと決めようということになりましたので、ちゃんとやりましょう、ちゃんとやりましょう。ちょっと失言が続くね、予感がするので、うん、この番組そうですね、きちんとね丁寧な言葉で一番最後はちょっと謝罪の意味も込めて、はい、ね、この挨拶で締めようと思います。はい、ということで以上、高橋みなみと浅井亮でした。大変失礼いたしました。